世界ゆえに貴様らごとき下等生物にはどうすることもできん。ここから逃げ出したくはこれから始まる戦いの宴に勝ち抜くことだ、カス殿。あ、この声聞いたことあるよ。変なおじさんだ。貴様、グーでどつき回してやろうか、レーティングが上がるようなどつき方で懲らしめてやろうか。なんてこと言うんです、ククリさん。お前もだ。人がバレないようにしているというのにいきなり名前を呼ぶとは、貴様ら生贄となれ。飲み込めてませんが、とにかくククリさんを探しましょう。私のすべて見せてあげるわ。レディーゴー。
ういう時くらいは人をからかう態度と言動は控えた方がいいと思います。ここって夢の世界なの？でもクーラの夢じゃないしな。と、そうだった。これをご覧のクズどもに俺様が何をやっているか説明しておこう。この邪神像は力を再び得ることで精神世界から現実世界に復活を遂げる。そのエネルギー源は美女たちの恐怖や絶望である。つまり彼女たちの戦いそのものがエネルギー源。そして邪神復活は俺様ワールドが妄想壁を破って現実世界に現れることを意味する。その瞬間世界のマザーは我がコレクションとなるのだ。皆さん、本当に変わったお召し物で、くくりさんの趣味なのでしょうか。
知ってる人がいっぱいいるけど、みんないつもと違って変な服だね。ふん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 、ウォンがいてくれれば。ありがとうございます。
なんだかもう飽きてきた。早く帰りたい。ここまでは予定通り。残り二人分の恐怖を集めれば我が目的は達成される。俺様自ら恐怖を与えてやろう。フライトしたぜ。エクスプローション。許してあげるよ。不謹慎な呼び方はやめろ小娘。そして冷たいものばかり食っていたらお腹壊すぞ。敗北者はエネルギーを吸い取られ、我がコレクション砂人形となるのだ。吹け叫べ震え上がれオーブンミューティック。追い詰めました、ククリさん。エンドオブミュージックです。アテナ、行きます。砂丘にボス戦レディーノー。はっ、はい、負けるとは。俺様の妄想力がまだまだ未熟なようだ。サンドオミュージック、ミュージック、ミュージック、ミュージック。ポツンと火